こんにちは、速稼塾の久保です。今回はミスター M さんのあのガチンコダイエットクラブですね、こちらの方にフォーカスして動画の方をお届けしたいと思います。今回は2つの動画を送っていただきました。1つはですね、視聴者さんからの Q&A に答えるというやつで、これはまあきっちりと答えられていて良かったんではないかなと思います。こういう風なね、再生数が少ない時でもちゃんとコメントがあると、そのコメントに丁寧に返すっていうのが一つのコンテンツになりますので、このまま続けていっていただきたいと思います。そしてですね、もう一個が、あとプランクの方をね、やられてましたよね。で、前回のヒートと同じように、あの有酸素運動と無酸素運動ってなりますけども、今回はだからあの無酸素運動ってことですかね、このプランクっていうのをね、やって、このエルボープランクとか、こうやって手を広げるプランクとかありますけども、ああいったものっていうのは非常にお手軽にできて、誰でもどこでもできてですね、でしかも脂肪燃焼効果が高いので、そちらの方をね、どんどんこう紹介していただければいいんではないかなと思います。特に今回動画の方にですね、背筋の伸ばし方とか、ちゃんとこうラインを引いてくださって分かりやすくなってるのと、本当にこういいですね、あのこの動画の作り方っていうのが、あの BGM もすごく繊細に作られてますし、とってもいいと思います。でそこでですね、じゃあこのままでいいのかっていうことなんで、私なりのちょっとね、プラスアルファ、もうプラスワンの工夫っていうのをお届けしようかと思います。というのがね、2つぐらいあるかな。1つはですね、プランクのやり方はそのままテキスト通りにやるのも OK なんですよ。OK なんですけども、こうやったらどうかなっていうので、例えばね、2週間で3キロ痩せるダイエットプログラムみたいな感じでね、本当に2週間で3キロ痩せる結果を出してしまうっていうのはどうでしょうかね。それからね、もう一つなんですけども、このダイエットに挫折した人のためのコースっていうのもちょっと考えていて、いただいていいのかなと思います。前回のヒートもそうですし、今回のプランクもなんかよくあるダイエットに失敗した人のためのものだと思うんですよ。短時間でできて、ですごく短時間でできるんで飽きが来ないって言いますかね、1日のうちの本当に30分とか1時間を取り分けなくてもできていきますんで、多分挫折しにくいんではないかなと思うんですよ。でこういったことを前面に出すために、ダイエットに失敗した人のためのダイエットみたいなね、タイトルにしてみるとか、そういうシリーズにしてみるとかね、そういうのも後々考えてみたらいかがかなと思います。いつもね、ミスター M さんのコンテンツっていうのはしっかりと作られていて、非常に素晴らしいなと思うんですよ。で、今度はアクセスを取っていくとか、再生回数を増やすためのちょっと工夫としてですね、挫折した人のための、例えばライザップで失敗した人のためのコースっていうのを作ると、ライザップっていうのが SEO になりますし、ライザップに関わった人っていうのは多分ね、たくさんいると思うんですよ。そういう方が検索してたどり着く可能性があるかなというので、一つね、ライザップ関連で当ててみるっていうのはどうかなと思うんですよ。ライザップっていうのは話題になりましたけども、多くの方が参加した分だけ、多くの方がやっぱりね、失敗しちゃった、挫折しちゃったと思うんですよ。その挫折した人のためのコースとしてガチンコマッチョクラブを利用してみるのはいかがかなと思いました。以上ですね。またどんどん動画の方を作ってください。そしてですね、オーストラリア火災の動画の方も上げていただいてありがとうございました。非常にね、たくさんの方が動画上げてくださったんで、きっとまあいいように向かうんじゃないかなと。でもまあこれで終わるんじゃなくてね、定期的に1週間に1回とか1ヶ月に1回とか、オーストラリアの火災あれからどうなったのかなみたいなね、そんなレポートを上げてみようかなと私は思います。まあミスター M さんはね、ガチンコマッチクラブに集中していただいていいと思いますんで、ご質問にもありましたしね、どんなものを食べてどんなものを食べないのかとかね、水はどのぐらいの量を飲むのかって、こういうことも お話ししてもいいんではないかなと思います。それではですね、また動画の方を送ってください。ありがとうございました。